よし、作るぞ。はい、パチパチパチ。それでどんなチョコを作るつもりなのかしら。基本的には普通のチョコをクオリティ高く。甘い甘いわね、シェル。そんなハイクオリティな考えはお捨てなさい。ハイクオリティなのは良いことでは。世はまさに群雄割拠。バレンタインはチョコレートが雨あられのように飛び交う戦場よ。ハイクオリティ一本で勝負するのはこれまさに愚の骨頂。いい、シャル。そう言って彼女はとうとうと持論を述べた後、まあ私は普通にクオリティ高いチョコで勝負をするつもりだけど、と私を散々迷わせるだけ迷わせて、イケシャーシャーとそんなことをのたまったので、本を思いっきりつねっても罰は当たらないと思う。妄言で迷わす友人を放り投げて、私はひとまずどういうチョコを作るかゆっくりと考えることにした。せっかくの水着、いやこの服装は水着というにはちょっとマジシャンっぽいけど、ともかく水着に合わせたチョコはどうだろうか。そうだ、ハトはどうでしょうか。ホワイトチョコでハトを作ればこういろいろと可愛い気がします。多分まず計画表を作らなきゃね。必要なのはハトのデザインと材料と、それから作る場所と、あとは何より大切な愛情。恥ずかしいこと言うな、私ってば。パンパンと両頬をはたいて気合を入れて、よーしやっちゃいます。というわけで私の苦闘の日々が始まった。まずつまずいたのはデザインだった。わーい、私ってば絵が下手だったんだ。音符をつけたところで下手なものは下手なのであった。つまりまずはイラストの練習。絵のうまいサーヴァントに教えをこうと思ったが、うますぎて何の参考にもならなかった。それでもどうにかこうにか、かろうじてハトかな多分と判別できるイラストが完成。それをもとにホワイトチョコで制作開始。にゃーびゃーあー、悲鳴だか叫びなんだかわからない声を上げつつ、チョコ作りに一意専心。そして奇跡と奇跡と奇跡がコラボして、できた。完成に至ったのである。あ、待てよ、最後に一つだけ隠し味、ひとつまみの愛情を。アンドゥトラー。結論から言うと、隠し味の愛情がまずかった。はい、まさか動き出すとは思いませんでした。私が作ったホワイトチョコのハトはめっちゃ動いているし泣いている。
マスターもさすがに食べづらそうだ。ありがとうございます。マスターがマスターで本当によかった。飛んでいっちゃった。どうやら私の作ったチョコがマスターの胃に収まるにはあともう少し時間と労力が必要なようである。ああもう愛情なんて